両党省は、第二次国境内戦期に、中国共産党が設置した中国共産党、革命根拠地であり、中華人民共和国建国後も、行政区域として短い期間ではあるが、存続しその省政府は行政を行った。本省は先行して成立していた、革命根拠地の両年省及び、安藤省が1949年4月21日に、合併して成立した。 中華人民共和国建国後数年を経た1954年6月19日に両政省と合併して現在の両寧省が成立し両党省は廃止されたここでは前身の革命拠点としての両寧省及び安藤省についても述べる解放区政府としての両寧省は同一名称であることから現行の両寧省と混同されることがあるがその行政範囲 政府組織が大きく異なる、別の行政区画であるため、当時の資料に接する際には注意が必要である。1945年10月、満州国法天省地域に法天省自治政府が成立、紹会を信用紙に設置した。国境内戦の戦況に伴い、同年11月25日には、本慶市に、翌1946年4月には、 安藤市に移転しやす東省政府との合同交渉が成立した。同年7月、再び、両年省政府が通貨市で組織されたが、11月の通貨陥落に伴い、臨港県に移転、1947年には再び梅川口に移転している。1948年7月、両名業所と合併、下部に44県を管轄するようになった。 同年12月には海放区の拡大に伴い万福、青城、牛省の各県が廃止となった。1949年4月21日、安藤省と合併し、両党省に統合された。1945年11月、満州国安東省地域に安藤省自治政府が成立、省会を安藤氏に設置した。国境内戦の戦況に伴い、 1946年10月21日に安藤を放棄、1947年6月10日に再び実行支配下に置きやす東商会が設置され、下部に一市17県を管轄した。1949年4月21日、両年省と合併し、両党省に統合された。中華人民共和国建国後も行政区域として、 短期間ではあるが存続し、その省政府は行政を行った。また域内にあるたび、大使、安山市、武順市、本慶市は中央直轄市として、省と同格の地位が与えられ、両党省と独立して行政が行われた。1954年6月19日に隣接する両政省と合併し新たに両年省が成立し、両党省は廃止された。 両党省北部の一部の県は吉林省に編入された。両党省統合直前の株行政区画は下記の通り。ありがとうございます。